ツッツン、私と付き合って。学校一の超絶美少女が超絶オタクに突然の告白。彼女です。3次元リアル美少女と2次元オタクによる大純愛スペクタクルが誕生。頼りない彼氏は嫌だから守ってほしい。守る。なんだよなんだよ。笑って泣いてキュンとする最高のラブストーリー、映画 3D 彼女リアルガール。この映画で魔法少女エゾミチの声を務めた私神田沙耶香が見どころをご紹介します。なんなら私が付き合ってあげようか。この映画の主人公、派手でツンツンして男癖が悪いと言われているリア充完璧美少女、五十嵐いろはを演じたのは中条あやみさん。今回台本を見た時にあんまりセリフがなくてどうしようと思って逆になんかこう話したりすることでなんかこう表現できたりするものはあるんですけど、それが結構できない部分が多かったので、毎回毎回こうちゃんと自分自身がイロハに慣れてるか確認して、私は今イロハですかってこう自分の中でちゃんと確認しながら演じれたらそれが一番いいのかなと思って演じました。共演者には同世代のフレッシュキャストが集結。撮影現場も和気あいあい、笑顔が絶えない現場だったといいます。私自身はキャンプのシーンが結構残っていて、そうですね、ちょっとはしゃぎすぎってぐらいはしゃいじゃったかもしれないんですけど、でも本当になんか高校生というかなんか学生に戻ったよう なんか気持ちになりましたね。遅刻。アニメやゲームのバーチャル世界に没頭するオタク高校生ツッツンこと筒井ひかりを演じるのは佐野勇斗さん。すごい自分の中で意識したのはなんかまあ見た目なんですけど、なんかちょっとこう猫で縮こまる感じっていうのをすごい意識して、やっぱ自信がないんじゃないかなと思ったので、あんまり人をこうやってよくするのおかしいなって思ったので、結構ずっと猫背っていうのをすごい意識したりとか、なんかすごい自分の興味があることにはすごいブワッて喋るイメージがあったので、そういうこととかなんかそういう結構いろんな作品とか見たりとかして研究しました。同世代ということもありすぐに仲良くなったというお二人、お互いの印象を聞きました。中条さんも初め会った時はなんだこの美人なかったと思ったんですけども、話すたびになんか天然というか、なんかもうあの容姿から想像できない中身がすごい可愛くて、なんかお茶屋な部分が多かったので、こんないい子いるんだなってぐらいいい子で、もうどん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 大好きになりましたね。本当にもうツッツンとしていろはをちゃんと見ててくれて、悩んでたりとかうんって思ってると大丈夫とか、その表情を見て察知して優しく聞いてくれるので、頼もしい人だなって思っていい印象に変わりましたリアル彼氏が何するか分かってるよね。息の合った2人の演技にも注目。映画 3D 彼女リアルガールは9月14日公開。ぜひ劇場へ。